今年は書道家の武田総雲さんのプロデュースされている筆ペンの創失の小筆を使って年賀状イラストを作成してみます。事前に鉛筆で下書きを書いてから筆ペンを使ってみました。まずは顔を輪郭を描いていきます。縦長や円形などといくつか顔の輪郭を試作してみましたが横長にするとしっくりときたので 今回は横長の輪郭にしました続いて花や口を描いていきます虎の花をどこまで描こうか迷いましたが虎っぽくするためにあえて花の特徴を強調してみました 口はお好みに応じて描いてみてください。かわいい感じにしたかったので、今回は口を描いてみました。口がないと雰囲気が変わります。目を描きます。目は場所や大きさ、白色の部分を残すなどで印象が大きく変わるので、いろいろと試してみてください。 トラのシマシマを描いていきます。これがあるかないかで別の動物に見えてしまいます。シマシマの尖り具合や何本シマシマを入れるかによって印象が変わってきます。 続いて、耳を描いていきます。ひげを描いていきます。ひげは、お好みに応じて入れてみてください。 なくても虎っぽく見えます。体を描いていきます。ここで完成でもいいですが、今回は体も描いてみました。体を描く際に動物の雰囲気を保つのにいつも苦労しますが、今回はシンプルに描いていきます。 尻尾を描いていきます。虎の尻尾にシマシマを描くことで、虎の雰囲気が出てくるようでした。お好みに応じて、体にもシマシマを描いて、オリジナルイラストを作成してみてください。完成です。 毎年年末が近づくと今年はどのような絵とのイラストを描こうかとそわそわしていますが今年も公開できてよかったです。この動画をきっかけに今年は自分でもオリジナルイラストを描いてみようかなと思ってくださる方がいらっしゃるようでしたら嬉しいです。その他にもこのチャンネルでは手書きイラストをデジタル化して 再利用する方法もまとめていますので、必要に応じて動画をチェックしていただけますと幸いです。